それでは皆さん、今から00スタート。いよいよ始まったゼロコンサート、全部で今回は15会場でコンサートをします。合計すると約お客さん席は7500ぐらいの席ですね。7500の席の中で今注文というかお客様からチケットを販売した数はお客様どながやと思います？ゼロくんのコンサートですよ。なんとゼロはいつも僕にこう言います。下お客さん入ってるかなと、俺は心配なんだよなと、お客さんが入らないともうがっかりするし、だいたい半分入ってる、 60% 入ってるっていつも僕に毎日のように聞いてきます。それが 50%、 65% 日々注文が入るもんですから、お客様の方から、コンサートに見に行きたいという、毎日のようにパーセンテージ上がっていって、今なんと 93% までお客様がいらっしゃることが決まりました。でもまだ12月の後半、1月のコンサートはたくさん残ってます。多分これ最終的には 98% まで行くんじゃないかなという、そうすればゼロはもう安心して素晴らしい歌を歌ってくれると。さあ今もゼロ君はリハーサルに燃えてます。まあこの燃えてる様子をちょっと見せましょう。前回はゼロのキムチがどのぐらい売れるかというお互いの予想、今週はこのゼロのコンサートがだいたい何パーセントお客さんたちが集客できるかというゼロに聞いてみましょう。一番最初の初日の越谷、はい、千秋楽の中野は完売とね、あコンサート初日の最終日は完売、完売、はい、ありがとうございます。僕の勝手な思い、はい、ゼロのファンは優しいなとね、うん、初日と千秋楽は、ね、ゼロを喜んでもらって、またね初めてのショーを見たいだろうし、一番最後のショーも見たいだろうっていうことで応援したくて、お客さんも応援してきたと、はい、でも真ん中の方の間のところ、1月の全般の、はい、兵庫県の姫路とかは13回会場、4回場入るとも入らないとも、いやでも正直ね、社長いつも心配だったのはおっしゃった通りにね、頭と最後はなんとかファンが応援してくれるだろう気持ちがあったんですけど、やっぱり中にある地方もあったりするから、まあ皆さんの耳にもゼロのコンサート情報が届いてるのかと心配で、まあ6割ぐらい入ってくださったら正直嬉しいなと思ってます ね僕も初めそう思ったら、なんと蓋開けてみたら 85% 嘘ということは、うん、今日はまだ12月4日、うん、でこれから先1月のコンサートはほとんど98完売になるんじゃないかなとゼロ思うのね。まだちょっと時間があるからね。とそうすると、はい、いよいよコンサートが始まったばっかりで、はい、ゼロ500人のお客さんのところだとみんな完売完売完売だと見たくて見れなくなるわね。いよいよ今度夏は1000人キャパに行くことが、これは無理しないで、あんまりさ今喜ばせんのも嫌だけども、現実問題がこんな現状、はい、いやでも本当にもうその私ショーホールでね、いつショーホール満席になるのかちょっと心配だったんですけど、もう今の段階で満席になったら本当にその次の段階ちょっと見えますか社長。いやだってゼロさ、うん、初日も千秋楽も言ったように完売だから、お客さんから問い合わせがあってももう終わったよって言うとお客さんが残念残念と言って泣き出すファンもいるんだよ。ファンというか、いやいやいや、もう本当に嬉しいです、嬉しいです、はい、じゃあ夏は今度は千人競馬だね。ちょっと待って、ちょっと 足ちょっと力が抜けた。これは自信がないの、キムチとラジオでやるぞ。いや、キムチは自信があるんですけど、まあコンサートは、ね、本業じゃない、自分のことは。いや本業だけどさ、やっぱりねちょっと時間も経ったし、ちょっと心配もあるんですけども、社長がこのぐらい自信持つんだったら私 もう頑張りますよ。いやそういきましょう。じゃあ分かりました、はい、お願いします、はい、はい、この空に書きたい、誰もが見えるように、戦わないで泣かさないで、なぜ君はなぜ自由が広がる空、平和を祈る空、
の空を見上げて幸せ書きましょう。愛があふれるように愛を守れるように忘れて楽しみましょう。この瞬間はたった一度しかないから心が折れそうな時